こちらはビフォアの状態になります。バッサリカットしていきます。まずはブラントツーセディングといって、そぎをメインとしたハサミではないんですが、ブラントカットしていくセディングになります。そぎ率は 50% ぐらいあるものになります。こちらで、コンも使わないで、フリーハンドで、コンベックスにカットしていきます。かなりがっつり、いっぺんにいけるので、かなり使いやすいというか仕事が早いハサミになりますね。子供のカットとかスピードを重視するときにかなり使えます。はい、丸くですね、カットラインを丸く切るのが、まあ、僕の方法なので、このような感じで丸くカットしていきます。はい、粗切りをしていく感じですね。粗切りをして徐々に詰めていくっていうのが、まあ僕のやり方なので、これはリフトしながら前髪をカットしてます。今度は後ろに、オーバーダイレクションさせてカットしてます。はい、結構ね左手の持ち方がポイントなんですけれども、あまりね皆さんコーム使って切るのがメインだと思うんですけれども、まあ、ちょっと特殊なカットですね。ちょっとアイロンブローを入れることによって、カットしやすくなります。でこれがね、そぎ率もうちょっと少ないんですが 25% くらいの R2 セニングです。これもそぎのハサミではなくて、ラインを作るハサミになります。これもねコンベックスをイメージしながらカットしていきます。アウトラインをぼかしたりとか、ベースカットでもかなり使えるハサミになります。この辺はね、髪を動かしながら丸くこう回しながらですね、切っていく。ちょっと難しいんですけれども、少しレイヤーを入れてるような感じです。そぎで使うことはないですね。あくまでもラインをぼかしながらカットしていくというような感じです。まだ粗切りの状態ですね。どのぐらいが似合うかっていうのがやってみないとちょっとわからないの でこれがペンシルシザーといって、これ特殊なハサミで、先のところがですねちょっと開いてるんですけれども、これはあの僕オリジナルのデザインになりまして、他ではないです。はい、ちょっとカーブって言っても少し特殊なカーブシザーになってまして、ちょっと反り返ってるハサミとはちょっと違います。これでスクラッチカットっていう方法でカットしてます。はい、これで間引いていく感じですね。スクラッチカットの方で、はい、中にエアリー感を入れてってます。スクラッチカットすることによって左右対称の角度で入れることができるので、普通の下から入れるスライドカットよりこちらの方が断然左右バランスよく切れます。これがよく使うショーバルタンシザー6インチなんですけれども、はい、これはチョッパーカットって言って、中の方をイングラで、カットする方法ですね。反り返る方を上にした状態で、このチョッパーカットを入れていきます。はい、逃がしていくような感じで、そぎを入れていきますね。これが先ほどより大きくて、これ7インチなんですけれど、これも特殊加工でですね、このヘアリシザーしか使ってない特殊な形になります。これがダイバルタンシザーなんですけれども、枝毛カットとかトリートメントカットとかで使えるものですね。粗切りしたものをきれいにしていく感じです。でショーバルタンシザーで、僕は結構毛先ブラントのが好きなんで、ぼかしたやつを今度ラインをこれを作ってます。これ T4 セニングって両刃のくし刃で 8% のものなんですけれども、これはルーツセニングを入れてますね。はい、でショーバルタン、これで顔周りのニュアンスをスライド入れて、毛先にブラントを足したりとかして毛先の重さを足していってますね。万能なんで結構使えます。はい、これはレザーですね。はい、これはビリーっていう技なんですけれども、くるくる回してネープの方を収めていく方法です。結構切りました。
このぐらいカットしちゃったんですね。でムササビバームオイル、これ顔周りのクリームにも使えるので使ってます。これはスタイリング剤ですね。はい、まずはリタッチのグレイカラー、白髪染めをちょっとして、その上からですね、お仕事とあと自宅の方が忙しくてですね、4ヶ月から半年に1回しかちょっと美容室に来れないということなので、全体染めしてしまうと、結構不利になっちゃうとなかなか大変なということなので、まあ簡単に時間がなかったんでもうスライシングで、いきました。はい、全体染めに近い状態ですね。で薬剤はこれがモモンガオイル還元剤っていう、その髪質改善になるトリートメントを配合して、さらに塩基性カラーの、緑と黄色を入れてちょっと黄緑みたいな感じに、してます。普通のカラーも混ざってます。はい、このような感じで時間放置をして、でシャンプーをします。シャンプーしましたらモンガトリートメントして、ピンクスパイダーして、最後に流さないトリートメントのムササビクリアコートですね、つけるって感じです。これがアフターの状態です。1時間40分ぐらいで仕上げた感じなんで、ちょっとね時間がなかったんですけれども、もうちょっと時間がね、放置したかったかなと思うんですが、このような感じに可愛く、仕上がりました。でシザーとかトリートメントの問い合わせ先は DM いただければパスワードを教えます。ありがとうございました。